ドジャースの大谷翔平投手、29の口座から違法スポーツ賭博の借金返済のため約1700万ドル、約26億5200万円を盗んで不正送金したとして銀行詐欺などの罪に問われた元通訳、水原一平被告、39が4日、日本時間5日、罪状認否のためカリフォルニア州サンタアナの連邦地裁に出廷した。写真。 連邦地裁に出廷した水原一平被告は若干白髪も目立つ。水原被告は紺のスーツに白いシャツ、黒の革靴で髭を剃り落として出廷した。髪の色は前回と大きく変わらず茶色がかった黒色だったが、ところどころ白髪が目立っていた。日本時間4日に放送されたフジテレビ系ライブニュースイット。月曜から金曜後3、45では、 水原被告の最近の様子が映し出され、変装のためか黒縁眼鏡を着用し、武将髭を生やした姿があったが、この日は髭はなかった。また建物の外では、米国ローカルテレビ局や日本のテレビ局など約20社が報道。デジタルカメラも含めると、約50台のカメラが水原被告を追った。100人が収容可能の傍聴席は、多数のメディアで埋まり、 ほぼ満席となった前回5月14日、同15日の罪状認否では手続き上の理由から形式的に無罪を主張した。今回は銀行詐欺などの罪を認める見通し、今回の有罪答弁を受けて判決を言い渡す期日が決まる。判決の期日は数ヶ月後となる可能性が高い。水原被告はすでに罪を認める司法取引に応じており、 連邦地検が刑の軽減を申し入れる。刑期は最長で禁錮33年だが、連邦地検は司法取引に基づき、刑の軽減を申し入れる。連邦地検によると、水原被告は2021年11月頃から24年3月頃、違法スポーツ賭博で抱えた借金返済のため、大谷選手の口座から賭博の同元側に不正に約1659万ドル、 約25億9500万円を送金した。大谷選手の口座から得た金を課税所得として報告しなかったとする虚偽の納税申告の罪にも問われている。同被告は4月12日、身柄を拘束されて裁判所に初出廷。大谷選手や堂本との接触禁止などの条件を受け入れ、同日保釈された。